今回は、行方不明になった友達、という話を紹介します。ではどうぞ。これはまだ解決してないというか、現在進行形の事件なんですが、ちょっと皆さんにも聞いてほしいんです。プロの探偵さんにもともと依頼してた事件なんですが、警察沙汰に発展するかもしれないし、しないかもしれないし、今は何とも言えません。僕が小学生5年生だった頃、仲の良かった友達が一人、本当に行方不明になったことがあったんです。それで、もしかしたらその子をさらったかもしれない奴を、今になって見つけたんですが、ちゃんとした証拠とかはまだなくて、どうしようかっていう状態なんです。皆さんの意見を個人的にちょっと聞いてみたくて、これまでの経緯をここにさらしてみます。でも、個人とか地域とかを、特定するようなことは書きませんし、皆さんも聞かないでください。お願いします。とりあえず小学校の時の話から、友達 F 君が行方不明になってしまったのは、夏休みの終わりぐらいです。うちの学校では鶏を何匹か飼ってて、俺と F 君は5年生1学期目の飼育係でした。うちの学校は夏休みでも、飼育係が鳥の世話をしなくちゃいけなくて、高学年の飼育係が一人ずつローテーションで、鳥に餌をやりに登校しないといけない。っていう面倒くさい決まりがありました。でも、その年は飼育係が4人しかいなくて、普通は7、8人で回すんですが、これはちょっときついってことで、無理な日は用務員が助っ人として餌やりをする、ってことに決まりました。ある日、僕が一人で餌をやりに、学校の鶏小屋に来ました。飼育係のやることっていうのは、でっかいポリバケツに鶏の餌の袋が入ってて、餌入れにスコップでザーってそれを入れて、水替えて、小屋が汚れてたらほうきでちょっと吐く、っていう感じなんですが、でも、その日はポリバケツに餌がほとんどなくて、餌袋を交換しないといけないと思って、空の袋をポリバケツから引き上げたんです。そしたら袋の底が抜けちゃってて、ポリバケツを覗いたらそこにウジが大量に湧いてて、うわーってなって、もう3センチぐらいの厚みで一面にうねうねしてて、すごいグロでした。僕はそういうのに全く耐性なくて、ウジ虫を見たのが初めてで、ビビりまくってしまって、で、誰か大人を呼ぼうと思って学校中走り回って、夏休みなので全然人がいないんですけど、その日はたまたま用務員の人がいて、助けてくれって言ったんですけど、用務員さん的には、は?みたいな感じで、自分には関係ないし、今忙しいみたいなことを言われて、それで僕は、そのまま帰っちゃったんです。で、次の日の係が F 君だったので、電話でウジのことを知らせて、なんとかしてって言ったんです。それはなんていうか、言葉通りの意味っていうよりは、半分冗談で怖いもの見る前振りみたいな、あれやばいよみたいな電話だったんですが、次の日 F 君から電話があって、見たけど、あれはキモすぎる。無理。呼び野がすごいねん。レベル違うし。え、呼びもなってたん?入れ替え用の餌が入ってる、縦長の巨大なビニール袋が予備で置いてあるんですけど、それにも湧いてたらしくて。なんか日陰に置いてあるのにそれだけ熱くなってて、おかしいと思ったら中がほとんどウジに変わってたし、ウジ虫ソーセージやし、なんでかわからんけどほんまに袋が熱いねん。よく見たら袋ごとちょっともそもそ動いてるし、もうやばかったから、逃げてきた。やっぱ、そこまでは笑い話で済むレベルでした。で、そこから5日ぐらい、僕たち飼育係は休みで、用務員が餌をやる番だったので、多分その間にウジは処理されてるだろう、とか思ってたんです。で、6日目がまた F 君の番だったんで、僕はその日、彼からの報告の電話がちょっと楽しみでした。で、どうなってたかっていうと、僕は直接は見てないんですが、飼育小屋の状態がおかしかったらしいです。調べてみると、なんか用務員が助っ人するっていう話が、通ってなかったみたいで、5日間放置されてしまってて、その上、それ以前にも僕と F 君が、2日連続で餌も水も与えてなかったので、鶏は1週間ぐらい、飲まず食わずの状態に追い込まれてしまってて、みんな死んでたそうです。ストレスで羽が抜けたやつとか、共食い仕掛けたやつとかで、小屋の中はひどかったらしいです。今思うと、本当に鶏には、申し訳ないことをしたと反省しています。夏休み明けに、友達からお前ひどいやつだみたいなことを言われて、喧嘩になったこともありました。それぐらい精神的にきつかったです。鶏さんどうか成仏してください。ごめんなさい。でも、あの日に起こった、本当に怖い事件は鶏の餓死じゃなくて、F 君が行方不明になったことです。目撃者がいたらしくて、あの日学校までたどり着いたのは、ほぼ間違いないそうです。F 君が小屋で何をしたのかはよくわかりません。F 君が夜になっても帰らないので、親が警察に届けて、鶏小屋のことがわかったのはその翌日のことです。僕が一連の出来事を知ったのは、さらに後のことでした。鶏の餓死と、F 君が消えたことの関連も、
はっきりしませんでした。事件か事故かもわかりませんでした。とにかくわかっていることは、鶏が死んでいるのを目の当たりにしたであろう F 君が、そのまま忽然と姿を消したということだけでした。で、話は現在に戻ります。半年前の夏、僕が営業回りをしていた時、あるチラシを見つけました。子供が近くで行方不明になってしまい、住人に情報提供を募るチラシでした。行方不明になったのは、2年前の夏だったと書いてありました。そのチラシがあった場所は、僕が行っていた小学校の近くでした。自然と F 君のことを連想してしまって、じっくりチラシを読んでたら、気になることが書いてあって、この十数年、この学区では、小学生の行方不明者が何名も出ています。他の学区と比較しても、異常なほどに高い頻度です。写真のことは関係なくても、この付近で不審者を見た、という情報だけでもすごく助かります。みたいなことが書いてあって、もしかしたらそれって、F 君のことも含まれてるのかなと。それで、そのチラシにある連絡先をメモっておいて、時期を見てそのご両親とコンタクトを取ったんですが、案の定向こうも F 君のことは知っていて、そのご両親は、行方不明になった子は、みんな同じ人物にさらわれたのであって、これは連続誘拐事件なんだ。と力説してました。これまで少なくとも3人はやられていて、その最初の犠牲者が F 君なんだと。そのご両親の家は、なんかどの部屋も子供の写真でいっぱいで、僕と話す時もすごいテンション高くて、ちょっと怖かったんですが、急にそんな話を聞かされてかなりショックでした。でも、その話には一応根拠があって、行方不明になったこの家にしばらく経って、変な手紙みたいなのが来るっていうのが3件あったらしいんです。F 君の家にも何か届いたらしいのですが、F 君の両親はすでにどこかに引っ越していて、この事件とももう距離を置きたがっているそうで、コンタクト不可能。詳細も不明だそうです。そのうちの一通が、そのご両親の家にも届いてて、それ見せてもらったんですけど、なんかオフだみたいな気持ち悪いやつなんですよ。手紙とかじゃなくて、細長い紙に人の顔みたいな絵が書いてあるだけで、意味不明なんですが、それが封筒に入ってたらしくて、こんなもん送られたら、そらああなるかもなっていう。なんか呪いの類なのか、単なるいたずらなのか僕にはさっぱりわかりません。最近またその家に行って、デジカメでちょっと撮らしてもらったんで、アップロードしてみます。閲覧注意、3秒間表示します。この画像を見なくても物語はわかります。自己責任で閲覧お願いします。で、話はまだ続くんですが、そのご両親は探偵を雇って、そのあたりの不審者の情報を集めさせているそうで、僕が F 君失踪時のことを、詳しく覚えているってことがわかると、その探偵にも会って話をしてほしい、って言われたんです。それで、また後日その探偵さんとも会いました。疑問に思ってたことがあって、手紙みたいな事件の関連を示すものがあるんだったら、なんで警察に届けないのかなと思ってたんですが、探偵さんによると、一応ちゃんと警察にも届けは出してるそうです。でも、3通あるっていう手紙も、3通それぞれは関連が見えなくて、かなり信憑性に乏しくて、いたずらの可能性の方が高いと、警察は思ってるらしいです。僕が見たお札みたいなやつ以外の2通は、普通に文章のある手紙だったらしくて、その2通も筆跡が全然違うらしいです。で、正直なところ、あの両親の話が正しいと思うのかと探偵に聞くと、手紙の真偽はともかく、自分の勘では何かがいるのは確か、みたいな反応でした。それからしばらくあのご両親とも、探偵とも無沙汰だったのですが、先月にまた会いたいって連絡があって、待ち合わせの場所にいると、タクシーに乗った探偵がやってきて、乗って乗って、ちょっと確認したいことがあるから、と言って、タクシーに乗せられました。車中でいきなり、最近ちょっと調査に進展がありまして、と探偵さんが切り出して、探偵さんの話を要約すると、何年か前、郊外でやたら、猫の死骸が捨てられたっていう地域があって、そこは僕の学区とは結構離れてるんですが、そのあたりを調べてたら、でっかいホテルの廃墟があって、どうも猫を殺してた奴は、その廃墟でやってたみたいらしいんです。っていうのも、廃墟を調べてたら、ある一室が明らかに異常だったらしくて、墨で描かれた曼荼羅みたいな、よくわからん複雑な絵が描かれた、でっかい張り紙が壁にあって、それ以外の壁も、いろんなお札っぽいのやら、写真やらが貼ってあったんですって。匂いも肉の腐った匂いがかすかに残ってて、ああここだなってすぐわかったらしいです。で、もうわかると思うけど、その絵とかの雰囲気が、あの両親に送られてきたっていうお札の絵と、結構似てるらしいんです。僕は直接は見てないです。あくまで探偵さん談。似てるっていうか、雰囲気がどう見ても、同じやつが描いたっぽい感じらしいんです。
その場所はもうだいぶ前に見つけて、マークしてたらしいんですが、廃墟にいくつか監視カメラをつけて、ずっと毎日録画して、誰か来ないかチェックしてたんです。それで、最近とうとう誰か来ちゃったらしいんですよ。裸足でフラフラして歩く、老人がビデオに映ってたそうです。病院の白い服みたいなのを着てたので、探偵さんが近くの病院とかを回って、ビデオの映像を見せてみたところ、おとといそれらしい人をやっと見つけたんだと。でも、その老人が事件に関係があるのかないのか、まだわからないから、確認してほしいと。え？なんで僕が確認するの？何を確認するの？って思ったんですが、とりあえずその人の顔を見て、あなたの率直な感想を聞かせてください。って言われて、タクシーが着いたのは老人ホームの前でした。例の老人は、カメラに映っていた日に、無断で抜け出していたそうで、職員の人が見る限り多分本人だろうと。探偵さんと二人でその老人がいる部屋、と言ってもたくさん人がいる相部屋なんですが、に行ってみました。ベッドの一角にそいつがいました。なんかつぶやいてましたけど、目の焦点が合ってなくて、地方症って感じでした。5メートルぐらい手前でそいつがこっち向いて、僕しばらくわかんなかったんですけど、あ、って気づいちゃって、それ気づいちゃったら、もう怖くて緊張で筋肉がギューって収縮して、探偵さんに、え？この人なの？って聞いて、そしたら探偵さんが、あーやっぱりかみたいななんとも言えない顔して、そいつ用務員なんですよ。小学校の時の、あの宇治川いた時に言いに行って、は？って顔した用務員なんですよ。年取ってるから最初わかんなかったけど、絶対あいつなんですよ。探偵さんもこいつの経歴調べて、用務員だって知った時に、あ、これはやばいかもってすぐ直感したらしいんですが、そいつが勤めてた小学校が変わるのと、行方不明の子のいなくなる場所が、ちゃんと符合するらしくて、しかも何年か前、老人ホームに入れられてから、この辺で猫の死体が出だしたのも、ちゃんと辻褄が合ってたりしてて、これは当たりかもって。でも、もうそいつ完全にボケてて、会話もほとんど成立しません。自分の好き勝手なことばかり喋ってて、内容も意味不明なんです。元からちょっと知的障害だったらしいです。子供の頃は全然知りませんでしたけど、結婚もしてないし、子供もいません。完全に一人者のボケ老人です。〇〇さんって老人に呼びかけても、私は、です。何言ってるかわからない、とか言うし、子供を誘拐したことはあるかとか、ストレートに聞いても、ゴニョゴニョなんか呪文みたいなこと言うし、すごい不気味です。一番僕が怖かった彼の言葉があります。鶏が死んだ事件を覚えてますか？知らんよ、私。宇治が、二階やぞ、二階。ああ、捨てておけばよかった。ここから先は完全に僕の妄想です。まず、用務員は鶏をわざと飢え死にさせたんだと思います。で、F 君は何かの拍子にそれに気づいて、用務員に口封じされたのかもしれません。僕はあいつの、二階やぞ、二階という言葉がすごく気になってます。何が二階だったのでしょうか。絶対に僕の妄想なのですが、用務員は僕と F 君がそれぞれ苦情を言いに行ったのを、同じ子が二階来たのだと、そう思ったのではないでしょうか。僕と F 君は背格好は割と似ていましたから、もしかしたらあり得たかもしれません。それで、用務員は宇治に関係する何か、をあまり知られたくなくて、F 君を襲う決意をしてしまったのかもしれないんです。もしそうだとしたら、F 君は僕の身代わりになった、ということになります。そんな考えが頭から離れず、最近本当に体調を崩してます。本当に辛いです。老人に会ったのはその一度っきりでした。もう会うことはないと思います。今後の対応についてですが、問題は証拠が何一つないことです。例のご両親の話では、今のところ警察は以前よりは、協力的になってくれていますが、子供たちの行方は知れないままです。探偵さんは、とりあえず用務員がこれまで住んでいた場所を、徹底的に回って何か痕跡がないか、調べていくつもりだとのことでした。僕としては、もうこれ以上積極的に事件に関わるのは、やめにしようかと思っていますが、探偵さんからの情報は、引き続き僕にも流してもらえることになっています。長文すいませんでした。もし読んでくれた方がいたら、この事件どう思われたか、感想を聞かせてください。俺自身の中でブロックされちゃってるから、詳しいことは書けないけど、書けるところをちょっと。あの画像を見る限り、密教のとあるご本尊様だよ。元は異国の神だね。猫、の供物もうなずける。子供を守る意義も少し持ってるんだけど、多分、西洋魔術的に改変されてるから、子供に対してどういう意味を持つかはわからない。詳しく、書いてあるご本尊様は密教系の神。ただし神戸じゃない。書式は古神道。塚古神道のお札を元にしてる。書けるのはここまで。南中国。
あの絵を見てちょっとでも気持ち悪いとか思ったら、深入りはやめとけ。忠告ありがとうございます。知り合いに霊感がある人がいまして、彼の自称です。具体的なことは僕は知りません。そもそも、その人にオカルトいたで、相談してみるように言われてたんですが、その友人から、このスレを見たっていう電話が今日来ました。あのお札っぽいやつを、彼はこのスレで初めて見たんですが、彼曰く、ああいう危険なものは、簡単にネットで晒すもんじゃないとか、晒すにしても、ちゃんと注意を促してあげるべきで、無防備にリンク貼るなとか、結構きつく言われてしまいました。きついっていうか、かなり真剣な感じでして、彼の忠告を聞こうと思います。他の方がすでに忠告してくださっているみたいですね。なので皆さん、どうかあの写真を見るときは注意してください。何をどう注意したらいいのか、僕には詳しいことはわかりませんが、何らかの覚悟を持ってみてください。なんか、僕が言っても全然説得力ない感じですが、とにかくよろしくです。あともう一つ報告がありまして、今日、探偵さんにこっちから連絡を取りました。探偵さんには、まだ2チャンネルに晒してることを言ってなかったんですが、一応今日承諾は取りました。ちょっと心配だった。情報収集と私の個人的な悩み相談を兼ねてると言ったら、一応 OK 出していただきました。こんなことをうかつに知り合いには相談できないんです。ただし、調査の邪魔になることは絶対にやめてもらいたいので、地域を特定するようなことは、絶対書き込んだりするなと言われてます。廃墟の写真も NG だと言われました。ごめんなさい。なんか、詳しいことは後日言いますが、あそこはまだ調査中なので今は完全に NG、と言われました。で、代わりと言ってはなんだがっていう流れで、前に言ってた手紙の2通目のコピー画像を、メールに添付して送ってもらいました。これは公開 OK もらってます。これは F 君のご両親に来たものじゃなくて、別の家に来たもののコピーだそうです。友人にもメールで見せたんですが、これは多分大丈夫って言われました。霊がどうとかはあんま感じない、いたずらっぽいと言われました。私もそう思います。お札っぽいやつを書いた人と、同じ人が書いたようには見えません。サナトリウムへ父が戻る何も知らずにノックするそうして恐ろしい獣との思わぬ鉢合わせよかった父は結局生きてもいないのだし実際にはこの事件が父に降りかかることもない。皆さんはどう思われますか？誰かの指摘にあった、知的障害のある人が、こんなおされない描けるかなはすごく鋭いなぁと思ったのですが。確かに、あの老人が絵を描いたかどうかは、まだわかりませんよね。僕の中ではすっかり確定事項みたいな気持ちでしたが、探偵さんは、まだその結論に飛びつくのは早いよ、と今日言ってました。この手紙は5年前のものだそうですが、用務員がこれを描いた可能性も、消去しきれてない、って言ってました。その話は僕は予想外で、えっそうなんだって感じで、僕の中で、事件を早く消化してしまいたい、っていう焦りがあったのかもしれません。皆さんの質問が多いので、回答するために、行方不明になった3人の子供に、かなをつけることにいたします。14年前の事件、F 君男、5年前の事件、E 君男、2年前の事件、D ちゃん女。誘拐されたこの年齢と性別には共通点はあるか。性別は上にある通りです。F 君は5年生、E 君と D ちゃんは、どちらも2年生の時だったはずです。季節とかに共通点はあるのか。3件とも夏頃でした。用務員に身寄りは全くないの？母親が死んで以来、身寄りらしい人はいないそうです。親戚が一人もいないのかと聞かれると、そこまでは今はちょっとわかりません。知的障害は先天性か否か。程度は知りませんが、先天性だったと聞いてます。僕が小学校の頃はそれとはわからなかったので、生活を営む上ではあまり支障はなかったと思います。筆者は女性ではなく男性で間違いない？男です。よく抜け出していたんじゃないの？よく抜け出してたということはないと思います。探偵さんは2ヶ月以上監視を続けて、やっと老人が現れたんです。そこら辺曖昧な書き方で、わかりにくかったかもしれないです。探偵さんは、お札っぽい絵を描いた人物と、廃墟の絵を描いた人物とは一緒で、それは老人とは別の人物だと考えていると思います。おととい、案にほのめかされました。探偵さんによると、2通目は今のところ、いたずらの可能性が高いと思うとのことです。そもそもですが、事件に直接関係のあることが何も書かれてないし、サナトリウムへ父が戻る何も知らずにノックするそうして恐ろしい獣との思わぬ鉢合わせよかった、父は結局生きてもいないのだし実際にはこの事件が父に降りかかることもない。先ほどの画像を翻訳した方のを引用しますが、これ声に出して読んでもらったらわかると思いますけど、妙に言葉が流れる感じがすると思いませんか。あと、最後の横線なんですが、これ僕は最初、伴いを強調してるのかと思ったんですが、
これ多分脱皮記号なんですよね。普通手紙に脱皮記号って使わないじゃないですか。だから犯人が他人に何かを伝える文章ではなくて、もっと内省的な詩のようなものじゃないかと。それと、一つ僕が強調しておきたいことがありまして、それは、まずこの3件の事件に、関連があるのかどうかは、まだ本当はわからないんです。探偵さんの受け売りになりますが、客観的に見れば3件が共通しているのは、同じ地域での発生。正確にはちょっと違うかもしれないんですが、それはまた今度話します。被害者は3人とも小学生。時期は大体夏頃。一定期間すると手紙が来た。ただし3通の関連性は希薄。っていう4点は共通しているものの、これだけで3つの事件が、連続性を持っていると断言することはできない、と探偵さんは考えているそうです。彼はとても慎重な人なんです。現在、本気で3つの事件に関連があると思っているのは、D ちゃんのご両親だけで、探偵さんは一歩引いたスタンスで調査をなさってます。僕自身は、関連はあるとは思いますが、何かすっきりしないのも事実なので、ひたすら混乱してます。今日、探偵さんにまた会ってきました。いろいろ聞かせてもらいました。まずいくつか質問に回答。そのおじさんに面会しに来た人はいるのか。親戚の人がいたみたいで、その人が何回か来たことはあったそうです。いつ頃、その施設に入居したのか。これは前にも書きましたが約2年前です。用務員と絵を描いた人が別だと思う理由が知りたい。これは僕も今日初めてちゃんと聞いたんですが、老人の解体がすでにあったそうです。で、探偵さんがそれを見た限り、どうもお札を描いた人物と同じには見えないと。お札の絵が届いたのは、D ちゃんが行方不明になってから半年後の2005年の冬。その頃の絵と、老人ホーム入居後の老人の絵を比べると、同じ人物が同じ時期に描いた絵には見えないそうです。僕もさっきメールで、ファイルを送ってもらってみたのですが、僕もそう思います。で、結局じゃあお札書いたのは誰だよ、っていう話に戻ってしまうわけで、それがいたずらでしかなくて、老人と繋がらないとなると、手紙という、事件を関連づける要素を一つ失ってしまうわけで、そこは探偵さんも結構渋い顔をしてました。もう一つ話があって、それは事件発生場所について、前に少し言いかけてたことなのですが、5年前の事件は、正確には同じ学区で起こったわけではないです。簡潔に言うと、E 君と E 君のご両親が夏に近くの山にハイキングに行って、小川の沢で遊んでいた時に、E 君が急にいなくなったそうです。というとこまでは僕もある程度知ってましたが、以下は今日聞いた話です。最初両親は、E 君が川にさらわれたと思って通報したそうです。なのですが、警察や消防が調べると、両親の証言に食い違いがあったそうで、E 君がどのあたりで遊んでいたか、いつ見えなくなったか、さらに調べると、E 君が山に来ていた痕跡が見つからなくて、両親が怪しいって話になったんだそうです。結局は証拠もなかったので、遭難して行方不明のままっていう扱いだそうです。ですから、これが他の2つの事件と同列に語れるかは実は微妙で、だから手紙が送られてきたっていう関連が、重要になってくるんですが、両親の語りもあり得るんだそうです。警察はこの件に関しては、かなり消極的な扱いらしいです。これは余談ですが、E 君の父親は現在精神を病んでしまって、病院で療養しているそうです。母親は実家に帰ってしまったそうです。それを考えると、2通目の手紙の内容がちょっと予言じみていて、皮肉だなと探偵さんは言ってました。探偵さんはオカルトはあんまり信じない人ですが。話は以上となります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。